僕は最近死んだ人気ミステリー作家の隠し子、父の隠された遺構の手がかりを求めていると本妻の息子松方智明から呼び出しがあり、話を聞くことになった。最悪だった。あんなのが母親かと思うと吐き気がしてくる。遺構について何か話は聞けましたか？話は聞けたが話にならなかった。まあそれだけじゃない、見つかったものがある。原稿用紙ですか？編集にこれを見せて聞けば何かわかるんじゃないのか？見せて回ります。父の携帯がない。盗まれた。誰がどういう目的であんなもの盗んでいくんだ。次回、推理小説協会にて。